はい、どうぞ。夏美ちゃんです。長崎県の息の潮風を浴びて私の家で作った夏みかんで作りました。皮と実を全部使って手間暇かけて作りました。子どもたちにもとてもあっさりして苦みがないのでとても好評ですよ。どうぞ試してみてください。お食べになってください。